はい、えー、1億シリーズの第12話になりますかね、えー、と今回はですねワンクリックで1億円というねワンクリックで100万円とかいろんなことを言いますけどもタイトルはワンクリックで100万円にしましょうかね、えー、こういったコピーに多くの方が引き寄せられますけども気をつけてくださいね えー、例えばですねどっかにあったんですけどもたった3秒で29万稼ぐみたいなのありますけどもそんなことはできませんからねそれはですねある現象の一部の一番上積みのおいしいとこだけを抜き出してきてここを見ろって出してきてるわけですからこれはマーケティングメッセージなんですよ3秒で儲けたりとかね1秒で儲けるっていうのは多くの方が望むことですけどもできないですからそれはでなんで結果的にそれができるかっていうと長い時間をかけてやっぱりね信頼関係を作っていく。 その信頼関係をお金に変えてるっていうね、いやらしい言い方すれば、そういう側面があるんですよ。紹介報酬っていうのは、どういうことかっていうと、人間関係や信頼をお金に変えてるってことなんですよね。まあ、ですんで、このね、紹介ってものは、多くの方ができません。なぜならコミュニケーションが下手だからなんですよ。喋りができないんですよね。そして自分の思いを伝えることもできませんし、何かから、その販売者とかね、 情報発信者の思いを受け取ることもでできてないんですよ受け取ることができてない人が発信することができるかなと思ったらできないと思うんですよね。まあ、ですので我々が日々やんなくてはならないのがどのように自分のことを伝えていくかそして人のことをどのように受け取っていくかということの繰り返しなんですよ。それができた方それができた一部の方が紹介報酬っていうのを得ることができてそれがですね結果的に3秒で29万とか1秒で100万円稼ぐみたいなところに行き着くわけなんですけども。ほとんどの方は例えば、ね、30年かけて 1>, 1億円なんですよ30年かけてですよ30年かけて1億円稼ぐ方法をってかねこれはね多くの方がそんなことで、ね、そんな30年もかけたらできるだろうみたいな話になっちゃうんですよねでは30年を例えば10年で1億円稼ぐ方法にしたらどうですかね10年ですもっと言ったらですね1年で1億円稼ぐ方法にしたらどうかなと いうことなんですよねどこでできるできないのボーダーが決,めるの決まるのかなってことをちょっとよく考えてみると自分には1年では1億円は無理だけども3年だったらできるかもなとかね5年だったらどうかなっていうふうにして自分の力量っていうのができてくると思うんですよその力量を目標に変えながらやっていただきたいかなと思いますその中でですねちょっと矛盾するかもしれませんけどもやっぱりね自分が買った商品を販売者さんにお願いして紹介報酬をもらうって形を取っていくのも一つの作戦だと思うんですよ まあただですねこれちょっとね即下、あのー、塾のことを言わせてもらいますけども即下塾は紹介報酬ありません紹介料はないんですよ、うん、むしろですね、あのー、紹介すること役に立てて嬉しいという気持ちを持った方が紹介を自発的に起こすということで即下塾っていうのはつながっています即下、えー、塾ってものが本当によかったこれを本当に人に紹介したい紹介したら自分の友人も助かるだろうしそして何よりもね 久保さんに恩返しができるんだっていうふうな気持ちの人がそのマインドが高まった人がね提供と感謝の気持ちでやっていただくということに今までなっていますよねだから紹介報酬につられて即可事故紹介するって方は今まで一人もいないんですよねそんなことを持ちかけられたこともないですでも私は言いますよねあのこのね 商品を買った以上その商品を買ったものを再販売するっていうことでアフィリエイトのトレーニングになりますよってことなんですよ。まあ、ですんでね、速可塾をこうこうこういう条件でアフィリエイトしたいんですけどっていう話があればそれはもう全然あのやっていただいてもいいかなと思います。ただしですね、紹介報酬欲しさにやることを私が感じたときはそれはやめてくださいって話になります。だからね、紹介報酬ってこういうのがあるから私は嫌なんですよ。紹介報酬って自分が役に立った立ってないっていうのは関係なくですね 原本を回収するために元本を回収するために自分が感じてない価値を周りに広める方っているんですよだからこれがインチキアフィリエーターとかね信頼をなくす紹介者ですよねでこういう人は本当にね人の信頼関係を、ね、信頼というものをね切り売りしてお金に変えて非銭に思って暮らすんですよそうではなくって信頼とか信用って紹介すればするほど積み上がっていくものなんですよね私がなぜね 速塾っていうものの生徒さんを1,000名以上を抱えることができたかそして更に言えばですね例のやつで何でね紹介者を1,000名以上出すことができたかっていうとこれはですね信頼をさらに大きな信頼に変えていくためのいわばコンテンツ作りとかこの信頼関係作りを日々やってるからなんですよ。ですから私がですね このユーチューブ放送とかライブ放送をこんなにたくさんやっていなければ多分できてないと思いますね、まあ、そういうことを考えると皆さんにはですねコミュニケーションの継続とか信頼の継続信頼の積み上げてものをしっかりとやっていただきたいなっていうふうな考え方になってきます、えー、今回、えー、1億円シリーズの第12話ですが、えー、かなり、ね、大事なことを申し上げましたんで何回も見てですね自分にはその信頼関係づくりができているだろうかとかその前提としてのコミュニケーションは自分は上手なんだろうかってことを考えていただきたいかなと思います そうなんですよ1億円をどのように稼ぐか、それはですねもうコミュニケーションが上手かどうか、この,能力,の能力にかかってくるんですよ。この能力に比例して稼ぐ能力というのは変わってきます。まあ、ですのでね、ね儲かる人って英雄よく色を好むと言いますけども、これはですねあのお金を稼げる人が、必ずしも、ね、そのエッチな人というわけではないんですよ。うん多くの方にモテる人ということなんですよね。モテると言ったらあれですけども、多くの方の信頼を集める人、それが英雄になりうるということなんですよね人によってはですね。 死後も英雄として君臨し続けると。チンギス・ハーンかもしれませんし、ナポレオンかもしれませんし、それはね、いろんな歴史上の人物いますけども、死後もですね、多くの人を魅了し続けてるんですよね。これが本当の英雄色を好むではないかなと思います。えー、それでは今回は以上です。